プロプリアノは、フランス、コルス地方公共団体、コルスデュシュド県のコミューン。コルシカ語ではプルピアである。プロプリアノの位置、プロプリアノは、コルス島の西岸、リザネーズ川の河口の北側にあり、プロプリアの港は、バリンコ湾の南側に位置している。現在のコミューンがある土地は、古くは古代ギリシャ人による植民が行われ、その後ローマ帝国、ピサ共和国、 トルコ人海賊がやってきて発展した。集落は幾くたびか、島の外からの侵略。5世紀には、バンダル族、8世紀には、サラセン人海賊からの脅威に脅かされた。プロプリアノで発掘された2つの古い教会の遺跡は、コルストが伝道された際に最も古くに、キリスト教家されたものである。古い方の教会は、建物の規模が大きく、 司教が駐在していたとみなされている。この二つの教会の近くで4世紀にネクロポリスがあったことが明らかになった。プロプリアノは1873年に計画されたアジャクシオ・ボニファシオ間の道路建設によって19世紀に成長した。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。